複雑性クラスは、計算複雑性理論において関連する複雑性の問題の集合を指す。典型的な複雑性クラスは、以下のように定義される。例えば、クラス NP は、非決定性チューリングマシンで多項式時間で解くことができる決定問題の集合である。また、クラスプスペースは、チューリングマシンで多項式領域で解くことができる決定問題の集合である。 ここで、領域とは、実世界では、メモリ空間、チューリングマシンでは、テープの長さと考えればよい。一部の複雑性クラスは、関数問題の集合である。数理論理学では表現の必要に応じて、多数の複雑性クラスが定義される。ブラムの行為を使うと、完全な計算模型を参照しなくとも、複雑性クラスを定義できる。以下の表はいくつかの問題のクラスを、 計算複雑性理論の中で捉えて図示したものである。クラス X が Y の新部分集合である場合、X を Y の下に置き、実践でそれらを接続している。X が部分集合であっても上位と等しい可能性もある場合、破線で接続している。決定可能か、決定不能かは、どちらかといえば、計算可能性理論の範疇であるが、 ここでは複雑性クラスの関係を示すために入れてある。以下の一覧の各複雑性クラスには保問題の集合である CO の付くクラスが存在する。例えば問題 L が NP に含まれるならその保問題は CONP に属する。ありがとうございます。